見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。9月8日に総裁選への出馬を表明し、ネットを中心に支持を拡大する高市早苗前総務大臣60。彼女が9月8日、訴えた政策は、敵基地の迅速な無力化、男系による皇位継承、日本人による新しい憲法制定、なるほど政策はガチガチの保守。その立ち居振る舞いも相まって、サッチャー元イギリス首相になぞらえ、鉄の女、と呼ばれるゆえんである。すでに8月、月刊誌で出馬宣言をしていた高市氏。推薦人の確保が可能かどうかは未知数だったが、安倍前総理が支援を表明。女性として、小池百合子都知事以来、1人目の立候補者となる見通しだ。非常に真面目な人ですよ、と述べるのは、自民党の猿第二子である。隙間時間を見つけてずっと原稿を書いているような人。それに豆でね、手紙をよく書く、直筆で、さな、と署名を入れたりするから、相手の心に響くんだよね。なるほど確かに、鉄の女でも、四角紙面の堅物というわけではなさそうである。選挙中に、いい男、を掴んだのよ。例えば、だ、私ね、転んでもただじゃ起きない。落選したけど、実は選挙中に、いい男、を掴んだのよ。高市氏は奈良県出身。神戸大を卒業後、松下政経塾等を経てキャスターとして活動した。199年の参院選に初出馬したものの、落選。翌年の衆院選で初当選を果たしたが、先の赤裸々な発言は、その31歳での落選直後、週刊現代、市場で、山城慎吾といった対談の一節である。対応を引くと、選挙中から目つけてた人がいたの。だけど、ずっと我慢してたの。その彼が私のことを、とんでもねえ家の強い女だ、と言ってると言うんで、これはダメかなぁ、と半分諦めかけていたわけ。開票日、敗北宣言の原稿を書こうと思った時に、待てよ。今晩、私は世界一悲しい女になれる日なんだわ、ということに気がついたの。その場から、多分私、今日負けると思う。一緒にいてくれると嬉しいな、って、電話したんですよ。で、支持者が選挙事務所に詰めかけて、私のことを探していた時に、私はある場所に行ってて、いなかったというわけ、不詳、というわけで、まあ、今私はすごく幸せというわけです。と、落選が決まった日にそれを利用して男性とできてしまったと告白しているわけだ。話半分に聞いたとしてもなかなかの、肉食系、である。